ジェット燃料は、航空用のジェットエンジンに使用する燃料である。実規格においては、航空タービン燃料油と呼称する。ジェット燃料は、天然の原油を生成して得られる成分を主体に、構成し、市販されている灯油やガソリンに区分近い性質を、備える。原油由来の炭化水素であるパラフィン属やナフテン属が、主成分であり、これに、 芳香属やオレフィン炭化水素が加わり、さらに水、金属成分、硫黄成分などの不純物を除去する。その他に添加剤を加えて、ジェット燃料を構成する。ジェット燃料は、国連番号1863第3分類因果性液体放送等級 I-2-3 の危険物に分類されている。含まれる止め分成分により、ケロシン系と、 ワイドカット系の二つに大別される。原油からの蒸圧蒸留の過程で得られる止め分のうち、ケロシン系はほぼ灯油止め分から作られるのに対して、ワイドカット系は灯油止め分に加えて、さらに比重が軽くガソリンの元ともなる、重質なふさ止め分と、軽質なふさ止め分が含まれる。ケロシン系の燃料で、一般的なものは、JETA-1 と、 軍用規格の JP-8 である。市販されている灯油とほぼ同じような主成分を持つが、要求される、環境条件や添加剤や不純物に関する規格が、民間用の灯油に比べて厳しく、市販のガソリンよりも高価格である。ワイドカット系の燃料でよく用いられるものは、JETB である。これは、軍用規格の JP-4 と同一である。 JETB は、比重が軽く、低温、航空での着火性が良いことが特徴で、極低温地域において使用される。多くの国で、灯油や軽油とは異なる税金が課せられており、日本では給油した、航空機の所有者または使用者が後日申告により、航空機燃料税を納付する。基本的に、ジェットエンジン用の燃料であるが、 灯油に近い性質を持ち航空用ガソリにより安価である上、現代の実用航空機で主流のジェット燃料を流用するため、それらが使えるように調整された航空用ディーゼルエンジンも存在する。逆に、例えばアメリカ軍では補給の効率化のため、ガスタービンエンジンやディーゼルエンジンを搭載した車両の燃料としても使用している。燃料の性質。 性能に向上を図って各種の添加剤が添加されている。添加量は重量あたりで 1ppm 程度から0.5%程度までといずれも微量である。添加の適否と量は各々の規格で規定されている。ジェット燃料は以下の条件を備えることが求められる。ジェット A- イッチ航空燃料備蓄タンクと 航空燃料輸送用トラックバンクーバー国際空港のランプの上のシェルジェット A-1 燃料補給トラックジェット A、a ジェット A-1、ジェット B の規格は米国の ASTM の D-1655 規格で規定されている。日本での規格もこれをそのまま準拠した日本産業規格の実刑2209によって1号、2号、3号が 規定されている。海上自衛隊の US-2 に JP-5 燃料を補給する2万リットル燃料給油車、軍用規格としては、アメリカ軍のミル -5624 で規定された JP で始まる工業規格名のものが一般的である。JP-2JP-3 ジェット燃料の単位はガロン、リットルといった体積ではなくポンド。 キログラムという重量で測られる。これは外気温の影響によって燃料の体積が変化するため、アラスカとハワイのように気温差が60度以上になるような状況では体積で計算すると10%近くも違ってしまうためである。航空機の単位は長年米国基準の重量ポンドで計算されてきたが近年ではメートル方への切り替えが進んでいる。 日本の民間機及び米軍では未だに重量ポンド方式で運用されている。業者ではドラム缶単位で販売される。ありがとうございます。